ユーコリン勝訴、元所属事務所1億賠償請求も契約解除も。タレント小倉優子32が所属していた芸能プロダクションアビラが一方的に契約を解除されたとして、小倉に1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は2016年9月2日解除を有効と認め請求を棄却した。松村徹裁判長は、経営者が脱税で有罪判決を受け芸能活動を委ねられないと考えたのは仕方ない、意に沿わぬ仕事で会社への不満も積み重なっていたと指摘した。判決によると、小倉は2001年アビラの前身の会社と芸能活動の専属契約を締結、10年3月事務所と経営者が法人税法違反で有罪判決を受け、小倉は同年11月年内で契約を終了するとの通知を送った。